チーズ。今回ご紹介するのはこちらです。大いなる富、そしてフェアトレード商品の購入と書かれています。それからタイムと書かれたカードに青、黄色、そして緑のマグネットがありますね。実はこちら SDGs 達成に向けた2030年までの道のりを疑似体験できるカードゲームなんです。訪れたのは千代田区麹町にある一般社団法人 SDGs のカードゲームを開発した今ここラボです。さてこちらのゲームなんですけれども、どのようなゲームなんでしょうか。はい、このゲームなんですけれども 2030SDGs ゲームといいまして、はい、その2015年に国連で採択された SDGs の達成期限って2030年なんですが、はい、その2030年までの道のりの中で私たちがどんな選択とか行動をするとどんな世界になり得るのかっていう、そんなところをこう疑似体験できる体験型のゲームになってます。あ、そうなんですね。2016年に開発されたこのカードゲームは現在英語、韓国語など7カ国語に翻訳されていて、すでに30を超える国の人々が体験しています。実際体験いただくのが一番早いかなと思うので、ぜひまずは体験いただければと思います。楽しみです。はい、ではよろしくお願いします。ファシリテーターの山本です。はい、すいません、はい、ちょっと早速なんですけれども、はい、ファシリテーターっていうのは何ですか。このゲームを進行するには SDGs の本質を理解しつつ、場の参加者の皆さんが自由に世界を体験できるようにホールドするファシリテーターが必要です。はい、ゲームの参加者は最初に自分のカードを選びます。このカードはゴールカードと呼ばれ、大いなる富、悠々自適などの人物設定とゴールの条件が明記されています。大いなる富を選んだ参加者は1200万円以上の富を、悠々自適の場合は15万以上の時間カードを保持することがゴールの条件になります。ゲームが始まると事前に配られたマネーカード、時間カード、そしてプロジェクトカードを使用し、さまざまなプロジェクト活動を行います。プロジェクトカードに記されているお金と時間を使うことで、そのプロジェクト活動は達成され、その旨をファシリテーターに報告すると、はい、達成です。参加者はそのカードに記された報酬を得ます。プロジェクト活動は世界の状況にも影響を与えます。ホワイトボードに表現された世界の経済、環境、社会の状況が実行したプロジェクトに従って増えたり減ったりします。プロジェクトカードの交換やお金、時間の貸し借りは参加者の自由になっていて、どのような交渉も可能です。参加者がゴールを目指して勝手気ままにプロジェクトを進めると、でも社会がなくなるぞ世界が終わるんじゃない違う社会がゼロになりました、はい、個人のゴールだけを目標に行動すると世界のバランスが崩れることに気づいた参加者は、個人の目標と世界のバランスを意識しながら協力してゲームを進めるようになります。青のバランスが悪くなってきたので青を出して社会も出しました。制限時間になるとファシリテーターによる解説などがあり、ゲームは終了します。お疲れ様でした。体験してみていただいていかがでしたでしょうか。いや、非常に面白かったですね。一人ではやっぱり完結できなくて、うん、いろんな人と助け合えるっていうところが非常に面白くて、うん、やっぱりこれも本当に
体験してみないとわからない部分が、うん、そうですよね、多いかなと思うんですよね、はい、このカードゲームはすでに多くの企業に採用され、 SDGs をより理解するためのツールとして活用されています。教育分野でも多くの学校にファシリテーターが赴き、カードゲームを実施しています。そういえばゴールが2030年なんですけれども、はい、それ以降の展望っていうのはありますでしょうか。2030年も通過点というか、はい、一つのこう目標の地点でしかないと思うので、その先を向けてどんな世界を作っていきたいのかっていうのは私たち一人一人考えていく必要があると思いますし、こうポジティブに2030年の先、2050年、2060年って未来に向けてやれることを楽しみながらやれる、そんな環境をどう作っていくかっていうところはチャレンジしていきたいなと思います、はあ、楽しみですね、一緒に。そうですね、そんな世界を作れたらなと思います。はい、はい、いつかではなく今から、どこかではなくここから、コラボレーションで作り出していく、そんな思いで立ち上がった今ここラボ。 2030SDGs というカードゲームによる持続可能な世界の実現を目指します。